会長は、今稲垣1992さん、会長は矢沢永吉さんと会ったことありますか。今年デビュー50周年、矢沢さんはどう思いますか。まあ渋いよね。うん、俺は会ったことは、俺はすれ違いなんだな、俺会ったような気してたけど、俺と諸星でロサンゼルスにいて、それで俺は別なとこにいた時に諸星が先に寿司屋にいて、そこに A ちゃんが来たと。で、あのまんまだったと。そして A ちゃんのね、でそれ聞いてすごいな、まあ俺が行った時はもういなかったんだけど、だからなんか作ってるんじゃ、まあ、どうかな、作ってんだけど、あのまんまの人なんだよねきっとね。うん、かっこいいよね。いや、めちゃくちゃかっこいいと思う。ロックだよって感じだよね。はい。